第3試合 BJWVSXNL ノア初参戦メンズ帝王対エクストララージ。第3試合 BJWVSXNL シングルマッチ20分一本勝負を行います。ノアのマットでの異色のシングルマッチと申し上げてもいいでしょう。大日本対チリの XNL、 そのチリ出身エクストララージが大阪のマットに向かいます。身長は185センチ、105キロ、2004年デビュー、チリ出身のエクストララージ。立派な体格を誇るエクストララージです。リングの中に控えるエクストララージが XL ならば、これから入場する身長170センチ、47歳メンズ帝王、そのサイズは M サイズと申し上げていいかもしれません。 M サイズの M はメンズの M、 大日本プロレスのメンズ帝王がまもなくノアのリングに向かいます。大日本勢の選手の怪我の影響もありまして、図らずもこの1月ツアーでノアマット初参戦となりました。ユニバーサル、日ノ木、WWE、大日本、さまざまなマットを戦い抜いてまいりました。47歳メンズ帝王、ノアマット大阪のリングに立ちました。異色のシングルマッチ20分一本勝負です。大日本プロレスのメンズ帝王、さまざまなマットを渡り歩いてきた男です。対するチリ出身のエクストララージ。20分一本勝負のシングルマッチです。握手を求めるエクストララージ、それに応えたメンズ帝王。さあ、低い体勢からタックルに入っていこうというところです。グラウンドの体勢に持っていきます。長い足を今使ってメンズ帝王の首に巻きつけていきました。エクストララージです。ロックアップの体勢に入ろうかというところ、身長185センチのエクストララージ、対するメンズ帝王170センチ、身長差は15センチあります。ただテクニック、そのキャリアではもう学生プロレス出身でもありますメンズ帝王、そのキャリアはアマチュア時代を含めますともう30年近くになりますが、多くのキャリアを多くのリングで披露してきました。まあ、今回は関本あるいは岡林といった第4の選手の怪我の影響もありまして、このメンズ帝王は1月ツアーノアのマットで初めてこの緑のマットを踏むことになりました。これが2試合目になりますが、初めて上がった際にはやはりこの緑の魔力に引き込まれましたと、そんなことも話していました。もともとがかつてのジャイアント馬場さんの率いました全日本プロレスの大ファンでもあったというメンズ帝王です。さあ、腕を取ります。ただおっと、そしてリングの中に戻って腕を固める、こういったテクニックはエクストララージは今日はこのシングルマッチでもかなり翻弄されてくるでしょう。思わぬ動きであっという間に腕を取られていました。エルボーを落としていきます。じっくりと攻めていこうというメンズ帝王です。手首を取ってクッと曲げただけでこのエクストララージの口から悲鳴が聞こえてきました。スタンドのヘッドロックの体勢、背の高いエクストララージですが、そのテクニックの前にちょっと今戸惑いを見せているといった表情を浮かべますが、今度はおっと、さあこういった動きをエクストララージはどう見るでしょうか。ただこのエクストララージはこの南米のマットで飛び技も多く使っていますが、この飛び技も簡単には打たせません。スルッとリングの中に戻ります。メンズ帝王を追いかけてみると、今度ロープに飛んでショルダータックル倒します。体格差をものともせずというこのテクニックを見せましたメンズ帝王。
ロープに飛ばしますが、今度はエプロンサイド1回転、今度はエクストララージが見せようかというところ、1回転してラリアットはかいくぐった、腕を取る、ホイップしていきます、ドロップックで、さあメンズ帝王を場外に落とした、飛んでくるかどうか、どうだ、距離を作る、うん、メンズ帝王は場外でタイムのポーズを見せていました。まあ、あれだけ余裕がありますと飛んでいこうと思ってもおそらくはかわされてしまうでしょう。もう一度タイムの、ああしかし今度は足を取りました。今度は鉄柱を使った攻撃もメンズ帝王お手の物です。さあ鉄柱を使ってこの長いエクストララージの足を打ちつけます。足を絡めてこの鉄柱での足4の字もあります。この体勢です。長い足が悲鳴を上げます。完全に足4の字が鉄柱を軸に決まっています。余裕の表情でこのエクストララージをじわじわと攻めていきます。ちょっとその右の膝の内側のあたりでしょうか、気にするエクストララージです。このエクストララージも2004年のデビューですので、今年で満10年というキャリアを数えますが、またこのノアのマットに上がることで南米のあるいはメキシコのプロレスのみならずといった部分を吸収しようとしています。簡単にはこのさあロープに足をかけさせて、あっという間にメンズ帝王の流れになります。痛めつけていましたその右の膝の裏をしっかりとロープで固定して、さらに絞り上げていきました。徐々にこのエクストララージの息遣いが荒くなってきました。膝です、膝を打ちつけます。このエクストララージもノアのマットで森島、丸藤、小川、あるいは斉藤といったあたりとシングルやタックル対戦の経験も積んできました。ただまだこのノアのマットでの勝利はありません。さあこの膝一点集中攻撃を見せるこのメンズ帝王が続けます。相当厳しい体勢になっています。余裕の表情を浮かべますメンズ帝王です。まあ、去年の中南米カップでは森島との対戦経験も南米で行いました。まあ、試合前の練習などでもリッキー・マルビンからそのスペイン語での会話を通じながらノアのマットでのさまざまな動きの練習をするそんな姿もあります。ちょっと膝の痛みがかなり残っているようです。ステップが簡単には進めないようですが、今連発で打った、あその膝をまだ気にしています。対角線に飛ばしてエルボーを打ちます。おっと今キックを入れた。さあ膝をちょっとまだ気にしていますが、対角線距離を取っています。走っていった、おっと膝、その痛めつけられていた膝から入っていきました。がっちりカバーします。足のみならず腕も固めてがっちりカバーのエクストララージでしたが、相当この右膝の痛みが増しているようです。さあ今自らを鼓舞するかのようにニュートラルコーナーを叩きながら、ただちょっと膝に力が入っていません。コーナートップに立ちますが、ひねりを加えましたが、明らかにこれはもう読まれていました。ローリングエルボー、これもメンズ帝王の持ち味です。さあ大阪のファンを今煽り、チョークサの体勢から今キックが一発入りました。ミラクルエクスタシーの体勢に入ろうというと、おっと膝顔面に入りました。ただもう一度三度狙う前のトスミラクルエクスタシー、あースピングトーホールド、かつてテリーファンクに憧れてこのプロレス界入りを夢見たというこのメンズ帝王がスピングトーホールドでギブアップを取りました。痛めつけた右膝、最後はこのスピングトーホールドへの流れ、完璧な試合運びでメンズ帝王このノアのマットでの初白星を挙げました。1月ツアー図らずも初めて踏むことになった緑のマット、メンズ帝王エクストララージの右膝一旦集中攻撃、最後はスピリングトーホールドで勝利を収めています。誇らしげなガッツポーズ、今緑のマットで勝利の外貨を
挙げましたメンズ帝王、勝負タイムは7分14秒、スプリングトーホールドで見事にメンズ帝王が勝利を収めました。大阪の第3試合はメンズ帝王が勝利を収め、今足早に控え室に消えたところです。ただこのエクストララージも様々な選手を経験したこの1月ツアー、最後はノアの選手ではありませんでしたが、また一つプロレスの奥深さも感じたところでしょう。最後はスピニングトーホールドでメンズ帝王が勝利を収めています。